全宝寺は山形県鶴岡市にある総統宗の寺院。三号は竜卓山。本尊は薬師如来。明言寺、西条寺と並ぶ総統宗三奥義当初。平安時代の天明から天略年間頃、天台宗の名たちによって草案が結ばれ、竜下寺と呼んだものを始まりとする。鎌倉時代の延長年間、総持寺にせ位。 ガザン・ショウヒロシが龍下寺跡で京家を垂れる。室町時代の影響年間、ショウヒロシの七世宝村、総当州の僧、太子年清椿がその意志を次書道を復興し、寺号を全宝寺と改めた。姿を表した二龍人が寺号を授け、寺内の海区へ行けに身を隠したという伝承が残り、龍神信仰の寺として、公開安全を祈願する。 海運関係者や大量を祈願する漁業、関係者などから全国的に信仰を集める。天保4年に再建された、竜王殿や安政2年に寄進された五百羅感堂文久2年に再建された三門、1883年に建立された五十頭などの書道のほか菱田春僧、王将君の図などを保有する。1982年には、 鶴岡高専教授の斉藤信義が住職に就任した。また、1990年頃には、海区池の鯉が人面魚として、樹木を集めた。2010年、井原氏拓造が42世住職に就任。2016年、妙立商人生誕戦150年祭に合わせ、初の竜王殿を尊体のご会長を挙行する。2017年、 病達商人の木造仙座海岸法要を挙行する。作成は警物士、桜井悟山。王将君図、菱田春総筆流王伝2015年11月17日に以下の6棟が登録された。ありがとうございます。